もうでもこのズリとか、ココイラ、この辺も先生やな、ズリ。ズリな、ズリはええ感じやな。よっしゃ。この辺は、わー、いいのなってるやん。桃も早いかな。会場か。ウィンナー？ウィンナーもええ感じ？ええ感じかな？ちょっとええ感じ？ハートは？ハートも会場か必要な。なんか、あれ、閉じこもれてるけど開いてないな。はいはい、マイク秋坊でございます。ということで本日もお待たせしました。一人晩酌の時間でございます。言うね。ジョギングしてきて、しんどかった。今ね、早速ビールがいっとこう。シャラッと入れて、行ってきましょう。では、本日もお疲れ様でございました。乾杯です。うめぇ。たまらんな、ほら。言うて、今日はね、なんやねん言うたら、まあ、いつものごとく。またこいつ肉かって言うか知らんけど、まあまあそう言わんでて、今日は肉でも牛肉と違います。豚肉でもございません。完全なもう焼き鳥、鳥スタイルでございます。ようで、普通のね、鶏ももで、鶏のハートで、こっち側がね、これ胸肉のスライスで、これがズリ、処理してもらったやつね。こんなやつ、なかなか美味しそうでしょ、これ。それをフランクフルートで区切っております。これパリッと朝食ウインナーいうやつで、こんなやつで、今日は焼き鳥で、いや、晩酌やっていこうみたいな。それとね、サニーレタス、これ100円で売っとったんや、これ。だからこれ巻いて食べたら美味しいかなと思って、まあそんな格好でこうできました。ということで、これまあ調子よいて、で、ごぼうね、ごぼうのサラダでまずはいっときましょう、ということで、いただきます。マヨネーズ味、うまいな。これビール。ああ、うめえ。早速ね、行こう。で、今日は牛脂じゃないから、普通の油を引きましょう。普通のね、まあ油引いてもしかないけると思うんやけど、で、多分ね、もも肉、このね、もも肉は多分一番時間かかると思うね。もも肉、見えにくい？これね、もも肉だから、これからちょっといっとこう。よし、いくでー。ちょっと乗せてー。よいしょ。これ薄いから、まあいけるか。で、ウインナーはいいやん。ウインナーパリッと朝食、おい、え、パリッと朝食ウインナーだから名前忘れた。いうで、せやなー。よし、ちょっと俺と行こうか。一応ハートでございまーす。おいえ、ズリな、ズリもちょっと言っとこうか。ズリちゃんね。よっしゃ、このままでいいかい。よっしゃ、ちょっと胸肉はね、枚数少ないから、ちょっと後でいこう。で、さっきのタレの紹介書、一回前に使ってん、このね、ライフさんで買ってきたやつやねんけど、スターセレクトみたいな、これエマナさんから出てる、多分ライフさんと何のマッチングしてるやつ、マッチングコラボしてるやつ、多分そんな商品やと思うねん、これ。ちょっと甘だれのやつです。ということで、ねえ、やっぱり鶏肉と甘だれの方がいいや。ということで、こんな格好でございます。ええ感じだね。よっしゃ。よっしゃ、こんな感じだな。ほいで、ここに、まあ、このままでいこうか。まず最初な。ちょっとほんならネギだけ入れとく。うわ、ええ香り、たまらんわ、これ。で、いつものごとく、爆盛りのネギ。ネギね、ネギ。ネギ、あんまり入れすぎたらな、これネギがだ、あのだし、え、ネギがタレを持っていくからな、あのほどほどにしようかんと。ということで、これこれこれ置いとこう。よしね、な、サラダ入れとこう。いただきまーす。いただきます。うまい、やっぱり最近言うと、鍋が続いたりしょったけど、鍋は鍋でええねん。ええねんけど、やっぱり、そうやな、焼肉もさ、このプレートでやっとったら、お気軽サイズやねんな。
いつもの大きいやつ出してもらったら大切やねんけども、で、鍋は鍋でさ、やっぱりカセットコンロまで出したら今度あのごっつりな、だから、まあまあ、今日はちょっと楽しようかなもんね。あーめー、ちょっと待って、行こう、あ、もうね、入れとこ、ちょっと入れて、いいよなら、まあサラダ、あ、そうやな、さっきちょっと待って、サラダだけでちょっと食べたろ、サラダを焼肉のタレにつけてうまいかな、そんな絶対うまいな、こんなつけたら、ほら、いとこ、うまいわ。私あんまりサラダ食べへんからね、サニーレタス、今日は挟んで食べよう、もうどこでいいで、うん、うまいわ。うまいね。この辺、ズリとかハートもできるんかな、ズリとかハートはちょっと時間かかるような気がするんだけどな、何が一番早い、ズリか、ズリが一番あの小さく切ってくれてるからズリが早いかもわからんな、よっしゃ、ごぼうね、うん、うまい、パリッと朝食いいんだもん、久しぶりやわ、これでいい、あーめーそうだよ、もうええか、もう返す、もう返しょぶ、あーそうやな、ぼちぼちこう返しょぶってやっていったらええことか、あんまり返しとかじゃあかんかな、ウィンナーはな、ウィンナーはまあまあそんなやかんでもあのな生でも食べれるっていうかね、調理してるもんな、まあまあだからもうちょっとかな、もうぼちぼち返す、もう返すか、もう返す、わあええのなってるやん、でわあええのやな、こっちはこの辺かやっぱりな、これ辺、このハーブとかできてるんかな、ズリもいるやな、で、ちょっと帰ってくれ、で、ウィンナー、ウィンナーはもうちょっとか、よっしゃ、まずはほんならこのハートからいっとこう、ハートの形に切ってくれてるわ、うん、いっとこう、しゃ、いただきます、うん、このハートのちょっとしたコリコリっていう食感もやな、あの身のまでのゴリゴリじゃないね、うん、でこのズリな、ズリもちっちゃくね、これあの硬いとこ切ってくれてるんやわ、これ、うん、これこれズリね、いただきます、うん、この白いとこ取ってくれてるわ、めちゃめちゃ食べやすいズリやな、あの硬いとこは硬いとこでまた好きやねんけどな、うん、軽い、あービールねば、ビールということで、ビール取ってきましたんで、プシュッと開けて、あもう出来上がってきちゃう、よっしゃ、どこシャラッと入れて、もう出来上がっちゃう、シャー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 、一個は1個はそのままで食べて、で1個はマコね、でウィンナーもだよ、ウィンナーはウィンナーが一番時間かかるな、これちょ待って、ウィンナーちょっと並べといたろ、こっちウィンナーが一番絶対時間かかるわこれ、うん、で真ん中そうやな、鶏肉も時間がかかったから、これいっとこうか、焼いとこうで、これ焼いて、でこれ胸肉も焼いとこう、よし、でこれでいこう、よし、おいだら、まずはこのもも肉取ります、いただきます、やっぱり
焼き鳥うまいな。焼き肉でもいいんやけど、焼き肉やったらちょっとお財布とも相談せなあかんからさ、ちょっとそのどうだろう、あの敷居が高いような感じやけど、今日はほんま何よ、焼き鳥で攻めたろうとか思うとって、でも最近なんか鶏肉食うてないような感じやったから、ほんで、うん、ライフさん行ってみるね、今日の食材ライフさん、ほんならハートとか胸肉とかズリとかあったから、これええわ思ってそれでビール、よし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 、だから次はこれにやな、たっぷりこのつけたらこの豚肉ちゃうわ、何言うてん、鶏肉をこう乗せるやろ、乗せてこんな感じで乗せまして、でこれをこう巻いて、こうもう一回巻いた方がいいかな、でここでこうもう一回つけよう、でいただきます。うん、やっぱサラダと一緒に食うとうまいな、うん、うん、うまい、あのシシャナとかあんなんはねまだ特別に高いからあれやけど、こういうサニーレタスなんかで安かったんやけど、100円、まあサニーレタスそんな買えへんから、これ100円が高いのか安いのかいまいち分からへんけど、まあまあワンコインでいけるから、でここで見てみるね、もうウィンナーいけんの、ウィンナーな、あのなかなかできへんねんけど、できるとか早いからな、あんまりほっといたらあの焦げるから、うん、ということでね、この胸肉とかどう、あー胸肉な、胸肉言うたらやっぱりな、ちょっとパサつくと思うね、でもなこの胸肉あの薄く切ってくれてるの、ほらこれね、こんな胸肉もあんねん、でこっちのもも肉は普通のあれやね、唐揚げ用のやつやね、唐揚げ用っていうか切ってるやつや、あーハートいうかハートうまいわ、ハート、うん、ズリもいっとくか、ズリな、ズリどこに何乗したか分かりやんって俺の、いけるかい、いける、いけるな、いける、よし、空いてるとこ乗せよ、よっしゃあ、もうウインナーいけんじゃん、ちょっと待って、ウインナーはええけど、これさっき、これあのドレッシングぐらいにつけたからうまいな、これ、うん、いける、中身ないけど、中に肉ないけど、焼肉のタレつけたらなんか中にあるような感じするわ、ということでこれに今度ウインナー乗せよう、ウインナーを待てよ、よし、これでいいか、よし、でこんな感じでウインナー入りました、いただきます、うん、あ、またむちゃして、熱いかな思ったら熱いものくるんでるやん、でガーって一気に押し込んだら、何よ、ウインナーの周りをこのサニーレタスがコーティングしよって、熱さが何よかな、ええ温度になんねん、これ新たな食べ方大発見おしゃべりしやけどな、やっぱりあれやな、何よ、こう新しい歳になってあれしてるけどって何してねん、やっぱりジョギングしてる人が多いね、うん、まだまだ皆さんゆっくりしてるんかなとか思ってあれしょったら、やっぱりジョギングなしてる人多いわ、うん、やっぱりな、日課やからな、僕も日課なんですよジョギング、ようね、あ今何キロジョギングしてんのとか言うて聞くんやけどね、だいたい僕週3ぐらい、うん、まあ、だいたい月水金とか火木土とかいうペースでね、やねんけれども、でやっといたらね、やっぱビールはうまい、うん、やっぱり運動してる方がええかもわからん、ええと思うわ、ビール飲む人は、うん、それは
やってる時はな、多少ちょっとしんどいかないのもあることはあるけどな。うん、でもやっぱり運動をしだしたら、うん、ええわええわ、何がいい、おお、いいなっていいね。ちょっと待てよ、このもも肉までやな、立てとかなできへんわ。これこのウインナーできると思うよ。ちょっと待って、ズリズリ返しようか。ズリズリしゃ、ズリズリよっしゃ。で、このウインナー、ウインナーな、ウインナー、ウインナーいっとこう、いただこう。ウインナーもダメな、久しぶりやわ。うん、この単体だけで食べたら熱いから、ちょっと待って。あ、これ大きいな、これ大きいから、ちょっとハムに切ろう。ハムに切って、あ、このぐらいでいいか。じゃあこのぐらいで、ここに巻く、巻いて巻いて、でこう巻いて隠すどこ、ウインナーゼリーだ、うん、うまいわこれ。ほんまあれやわ、うん、ちょっとね、こういう何やろ、ドレッシングみたいなけど、こういう感覚で食うたらうまいわ。うん、いけるいける、ごめん出たこの葉っぱうまいわ。ちょっと待ってよ、なんかできねえじゃん、ハートとかできねえじゃんか。ハートとかできるやろ、ハートな、食べやすい食感やわ。しゃあ、で巻いて、もう一回つける、はい、いいとこ、うん、あの肉だけで食うより、あの、やっぱり味はどっちか言ったらな、肉だけの方がええかわからんねんけど、なんやってやらしい手つきやめなさいですよね。もともとやらしいからね、許して。そういう意味。うん。僕もどっちか言ったら肉だけパクパクパク食うの好きやけど、でも、こうやって巻いて食べ出したら、これもええ感じ、癖になるな。ええ感じやわ。うん。で、ほらほらほら。な、ええ感じで焦げてるやろ、これ。焦げてるっていうか、焦げ目がつくんよ、これ。ね、ちょっと待って。ちょっと待って。分かれへんなってことから。こっちやな。これ、何だ？ズリや。ごめん、出た！よし。ええなってや。で、これ。あ、これ胸肉やな。え？胸肉は初めてやな。胸肉。しゃーなー、胸肉。胸肉、まずこのままでいこうか。よっしゃ、よっしゃ、このままでいこう。よっしゃ、胸肉な。胸肉か。多分な、パサパサやと思うね。パサパサっていうか、うん、薄く切ってくれたらね、こんなにどう。うん、あの イメージ的にやったら、何よ、牛肉の赤身食うてるような感じやねんけど、でも鶏肉やから何だろう、歯ごたえが優しいねんな。うん、うまいうまい。でもやっぱりね、脂分がないのんとで、ちょっと柔らか、あの肉自体がちょっとやっぱ硬いっていうのがあるから、うん、この胸肉はやっぱあの好き嫌いあるやろなと思います。うん、ということで僕あれやわ、やっぱりもも肉かハート、ここちょっと待って、もうこれね、もも肉かハート、これ好きやわ。もも肉は多分ね、好き嫌い分かれると思う。で、ズリは食べやすいんやけどね、どうしてもあの白いとこ取ったら何よ、小さくなんねんな、一個が小さくなんねん。 だからどうすんの、ちょっと待って、ちょっと待って、もうないやん、サラダ、サラダないぞ、サラダないから、ちょっと待ってくれ、半分、ちょっと半分下切って、これでもな、このままで食うたらうまいわ。うん、これドレッシングじゃないけど、焼肉ドレッシングみたいに作ったら儲かるんじゃんか。うん、ええ感じ、とこ、ズリズリ
これズリやな。え、ズリ？ズリやな。ズリー、まあええか、ズリ挟むか。ズリ、ズリ、ほんの半分挟む。うわ、もうないやん。わあ、これ、これ結構うまいな。葉っぱでつるむの。つるむの。包むの。うん。3つ乗せて、よっしゃ、3つ乗せて、で、包む。で、いただきまーす。うん、これはお父さん、あの肉ばっかり食べたらあかんっていう気にされてる、野菜も食べなあかんねと思われるけど、ぴったり、うん、ええ感じやわ、うまい。ああ、ちょうどもういいか、もういい、まだか。ちょっとなんかもも肉はな、ごっついかな。でもこの方がもも肉やっぱりな、時間かかるから置いとこう、これ、うん、うん、時間かかるからな、もも肉な、ほんま時間かかるから置いといて。で、僕やっぱり好きなのがこのハートやから、ハート、ハートね、ハートのエースが出てこない。お前何回言うてんの、同じことばっかり言うてん。うん、あ、これな、ウインナーはまだ全然できへんやろ、これ時間かかんねえで、ウインナー、うまっ、うん、ウインナー時間かかんのよ。よいしょよいしょ、うわ、これや、これや、これや、これ、これで、あ、これ進むやで、これを、もう最後やん、あれ最後やったんだ。なんか、サニーレタスうまいね、うまいわ。よっしゃ、で、包んで、で、では、いただきます。文句なくうまい。最後に、やっぱり、ね、焼肉でも一概にその、なんだろう、あの、牛さんもおりゃ、豚さんもおるし、羊さんもおるし、今日みたいな鳥さんもおるからな。だから、あえて今日はもう鶏三昧の焼肉、これでいこうみたいな。最近なかったでしょ、あの牛タンとか。そこらは最近久しぶりにな、やったか知らんけど、あの肉の岡山とか行ってな、でやったか知らんけど、そういや鶏はなかったかなとか思って、で鍋がついとったからね、ちょっと鍋にちょっと味できたかなというのがあったからね。ビール、目は。そういうことで、もう出来上がっていいか、もういかにか、もういかにか、まだまだやな、もうもう時間があるからな、一分後に順でこう返して、もうやっぱり一番時間があるからね。で、ハートがうまいね、ハートが。ちょっとハートな、ハートちょいちょい乗しとこう、ハート、ハート、ハートうまいですよ。え、牛のハートってあったっけ、あのな、牛のハートあるよな、え、あるある、牛のハートあるわ。で、ズリって言うたら、ズリ言うたら鳥やけど、牛のズリってあんの？ズリってどこやった？ズリは、え、水、え、腎臓、え、肝臓か？ちょっとそこらがな、いまいちな、よう言われねえ。お前肉そんなに好きやったら覚えとけよとか言われんだけどな。食うの専門やからな。食うてばっかりや。うん、わー、もうええ。ちょ、これ、こう、こう開けようか。で、あとな、ウインナーももうええ感じちゃうん、ぼちぼちね、え、まだはや、まあ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 、このでもウインナー久しぶりやわ、なんか斬新、うん、ええ感じ、ええ感じ。ズリな、ズリがあって、しゃ、ウインナーいっとこう、ウインナー入れましょう、これやな、よし、ウインナー、ウインナー、ウインナー、パクッ、パキッて言わないな、お、さっき包んでくる、だから熱なかったけど、熱いわやっぱり、うん。そらすやろ、すいません、ウインナー、これ、え、
これはハートやな。ハートとかはこの辺ですやな。ハート。ハート、ハート。ハート、こんな感じ。うん。これうまい。これ、ハートばっかり、鉄板とかで焼いて、で、何ていうの？お皿に持って、晩酌したかって、これいけると思う。今は焼き物ってやってるけど、うん。まあ、それを言い出したらな、そんなお前、ウニになるのも何でもいけるわよって言われたら、それまでやけどな。うん。どうしよう。寒かったらさ、鍋に行きがちやけど、ちょっと飽きてくることってあるやん。鍋ばっかやってたら。うん。ちょっと待って、ここでちょっとタレは補充すんのええんやけど、補充するやろ、補充して、で、これいっとこう、これこれニンニクてったれー、ニンニクニンニクな、シャラーと、まあまあまあ、そんなアホを入れてもしゃあないから、まあこの辺入れてこよう、よっしゃ、ほいで、うわっ、うわー、ニンニクの風味が入るだけで全然ちゃうぞ。うん、で、ここにネギ投入、まあそんなに入れたらな、またこれタレが絡むから、タレが絡むというかネギに持っていかれるから、うん、ほんまは爆盛りのネギがいいんやけどな、うん、ね、私爆盛りのネギ好きなんで、でちょっと待って、返してない、よっしゃ、でどれができてる？これまでやな、これはまでや、うん、でこれできてそう、この辺まだやな、うん、でウインナーができてんや、そうや、ウインナーができてんや、でもうウインナー最後やな。最後もうウィーナー、一番時間あるから、濃縮を。うん。しゃ。飲むやな。あとは、せやなぁ。ちょっとまぁ、この胸肉いっとくか。しゃ。なんか真ん中に固めとった。ふふ。そうだよ、いっとこう。ウィーナー。ニンニク入り。ニンニク。うん。うん。ニンニクの風味がええな。あっけ、めん、あー、もうズリとかええんちゃう、これいけんじゃん、もういけそうやな、これズリ、こっちが、あー、こっちがもういけそうやな、あ、ズリちゃん、ハートやな、え、ハートって、え、そんな早出てた、あ、待って、こっちが、足でかいしてるやんか、ちょっと待って、で、この辺はまだやな、もう肉なんで、これもまだやろな、もうほんならさっきズリ入れとこうか、もう最後ズリな、ズリちょっとこの辺なんかあれやな、もも肉さんを囲んでやる、もも肉さんをズリな入れて、でこのハートな、ハートだけやな、よっしゃ、ハートな、心って言えへんな、ハートって言えんな、うん、今2つまとめていったけど、このぐらいの小ぶりやったら2つまとめていく方がうまいよ、うん、うめえはい、最近さ、ちょいちょいまた出かけていろいろな店行ってるけど、やっぱりね、比率的に言うとやっぱ肉屋行く方が多いな、僕もともとやっぱ肉が好きなんかわからんけど、うん、でもお刺身とかああいうのも嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないんやけど、皆さんどう？あんまり動画上げても皆さんあんまり見ていただけないから肉の方がええんかなと思うけど、やっぱり皆さん肉が好きですか？肉が好きな、お肉が皆さん好きなんかなとか思って僕も思ってるから、あれしてんのよ、あれしてんのよ、何してんのよ、言うてみて、ちょっと待って、ビール出よう、あれ、ないわ、ビール取ってくるということで、ビール取ってきまして、ちょっと並びますから、ちょっと開けて、知らんのに飲んでんのこれ、怖っ、
大丈夫か。しゃあ、ええ感じだな。しゃあ、これのやったもも肉な、もも肉一番オーソドックスなもも肉いとこ。ザ焼き鳥いう感じだ。これが一番オーソドックスな。適度に皮があって適度に柔らかい。うまい。見る。でもさ、最近行ってないけどあれ何やったっけ、地鶏のお店やったかな、行ったらあのひな鶏と親鶏食べ比べできるとこ知ってます？あの、あるんですよ。あれ、なんちゅう店やったかな、名前忘れたわ。新菜橋やったかな、あったんやけど、で、やったんやけどね、あの、やったんやけど、食べくれやったんやけど、あのね、ひな鶏は、え、どうしちゃったかな、ひな鶏が柔らかい、で、親鶏が、あの、硬い、硬いっていうか、あの、地鶏みたいな感じ。どっちもうまいで、うん、食べ比べやったらうまいで、うん、僕はどっちかやったら親鶏派やな、あの硬い派、うん、なんかニンニクしか入れてへんけど、今ふわって生姜の風味がしてんやけど、気のせいかなボケてんかな、いいよ。もうでもあれ、まあ、これはあ、この辺ちょっと時間かかるじゃん。あ、ももか、もも時間かかるな。最後にちょっともも焼いとくか。もも焼いといて、で胸肉はもう一枚な、胸肉も入れとくか。で、ハートは意外に早かったけどな、もう入れとく、入れときますか。ちょっとほらこっち寄して、いやでもあれかな、ちょっと時間差した方がええかな。ちょっと待てよ。あ、これもうええ、もうええ、もういけそうやん。で、ここにハート入れる。ハートの円すごい。これやっぱりな、焼き鳥が串で食べる。ちょっと待って、広がって。まあ広がれへん。まあいいよ。まあいいよ。ハート。はい、これで最後でーす。ねえ、あの焼き鳥豚串で食うのが普通、一般的なスタイルがあるから、こういう焼き鳥スタイル。これええよ。まあ、家でやってるからな、ええんかもわからんけどな。うん。要は、鉄板で焼けたらなんでもええ。うん。うまいな。やっぱり、ちょっとニンニク効かしたらうまいわ。うん。うまい。これでいい。あーうめえ。ということで、ね、もうぼちぼち出来上がる範囲、ビールだよ。ビールはないから入れて、もうでもこのズリとか、ココイラ、この辺もできるさやな、ズリな、ズリはええかいんだな。よっしゃ、この辺は、わー、ええのなってるやん。桃は早いかな。返しよっか。ウインナーもええ感じ、ええ感じかな、ちょっとええ感じ。ハートは？ハートも返しとくか、一応な。なんか、あれ、閉じこもれてるのが開いてないな、うん。ズリな、このズリ食べやすいわ。あのね、白いとこ取ってくれてるんですよ。あの、ズリ知ってはる人あれやけど、おっきいんやけどね。あれ、あのまま食べてもいいんやけど、白いとこって硬いね、ガリっていうね。あれはあれでな、あの、結構嫌いじゃないんや。あの、でも今日は、それを処理してくれてる人、こういう時ですね。なんでコリコリ食感でうまいな。うん、たまらん、うまっ。酒飲みの人って酒飲みの人が全員とは言えへんけど、コリコリ食感か油っぽい食感、油たるいホルモンみたいな、どっちが絶対偏るやな。うん、うまい。
それじゃ見る。うまし。何やってんねやこれ。あ、もうええんじゃん。どうよ。え、ハート広がってるかこれ。広がってないやん。広げな中でけへんって。ちょっと待って。広げんと、ちょっと、中でけへんでしょ。この辺で立っとく？立っとくか。で、これ返す？返して。ちょっと待って、これ立っとくなかな。よし、この辺でか。この桃は、ほら、桃肉できてないね、全然これ。だから立てなあかんねんな、これ。立てて広げなあかんねん。もも肉な、やっぱ分厚いから、なかなかできへんのよね、これ。抑えたらあんま良くないよな。で、ウインナーもええ感じ？よっしゃー、ウインナー作っとくか。ウインナー。みんな好きやもんね、ウインナー。ウインナーはでも、どっちだよ、これ。気をつけてるけど、塩コショウの方がええかもわからん。うまい。パリッと上手いな。久しぶりやわ。うん、これもうでも長いこと食うてないわ。1年とは言えへんけど、え、なんや、焼肉食うてもあんまりパリッと上手いな入れることなかったもんな。なんでやろ、な、肉ばっかりメインで言っとったんや。だからや。いや、今日見てな、あれそう言うたらパリッと朝食ウインナーあんま食うてなかったな思て。パリッと朝食ウインナーってあるんですよ。探してみて、これうまいっすよ。名前間違うてへんから、パリッと朝食ウインナー確かそんな名前やわ。確かに、スイッチにしとくわ。ごめん、間違うとったんだからうまい。でも探しに行ったらパリッと朝食ウインナー、まあ間違ったにしたから、あ、多分これのことやらないのすぐ分かるから見て見て知ってるじゃん、知ってるやんね。うん、ということでもうね、あー、これ心やな。心ちゃんで、これがどうやった、胸に重いじゃん。心ちゃんももういけるんかな。心ちゃんあげとく、熱いからちょっと先あげとくか。よっしゃ、僕はもうちょっとかかるやな。よし、さっきこっちや。先に、あっちや。バチって言うだよ。今、そば出たやな、ごめん。たまーに食べる。このパサパサ感はよろしいよ。でもこればっかり、あれ？あれ？今缶持ってびっくりした。あれ？ないとかね。え？何が言うだ？あ、そうそう。このパサパサの肉ばっかりやったら飽きてくるわ、これ。たまに食べてみるけどね。心うまいな。また煉獄さんほに行ってみようかな。うまい。もうええ、どうだろう、これもも肉だけやな、ほんま。もうええかな、もうなんもなんかできてたけど、こっちがいけてたんだけど、こっちまだ分厚いからな。うん、焼き鳥を自分で焼くっていうのはいいです。焼き鳥安いやん、鳥。今日食材安かったね、これ。何もや？ 2,000 円いってないで。うん。まあ2,000円いってないだからね。毎日毎日お前2,000円使ったらどうすんねんやるで。またこれね。毎日やったらあかんで。酒は僕も飲んでるけど、毎日こんなん飲んでたらブーちゃんになるから。
それはいけんよ、いけんよ、デビル。あーまあそうです、最後のもも肉もうできてる、でもうなむら抜いえよ、そうです、ちょっとこうもも肉やっぱり安定のうまさはもも肉やな。でちょっとこうあの何だろう、ももとかズリとか胸肉に浮気して、浮気してってええやん、独身やねんからね、嫁はおれへんねんから、そういう言葉表現使ったらおかしい、まあええがな浮気して、でよりもも肉の良さを知る何を言いたいねんいとこ、うん、これでも今日やったのはまだあのタレによって何やろ、食べ方っていうか食感です、まあ、食感は一緒だよ、味が変わるやん、だからタレを変えてやってもいいな、うん、まあこれでいい、あーまたということで、あの私の中では久しぶりのこの焼き鳥、鶏三昧の焼き鳥でございました。ようで大満足。あのね、また肉か言われる方は、まあ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 、そういうあんたで、またあのいろんなところお店行ったりするから、待っといて、そのうち。ようでね、ちょっと満足いただいた方は、ね、今日もなかなか良かったで、言うてくれたらありがたいと思いますんで、本日の、一人晩酌、焼き鳥三昧の、焼肉バージョンでの晩酌でございました。ようで、ご参照。